皆さんこんばんは。作曲をテーマにした配信番組ユースコンポーザーボリューム57始まりました。司会進行役のかなです。よろしくお願いします。そしてアレンジ作曲学科講師の浅田祐介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新型コロナウイルスの防疫対策として、今回もスタジオにいるのは私だけで、MC の浅田先生をはじめ出演者の皆さんにはリモートで参加していただく形でお送りしております。どう、そっちは。こっちですか、うん、ちょっと肌寒いですね。肌寒い肌寒いちょっと室内だよね。そうですね、室内ですね。室内なのに肌寒い、はい、はい、はい。では本題に入っていきたいと思います。本日はアレンジ作曲学科と音楽総合アカデミー学科で運営しているレーベル DMAC レコーズから10月にリリースされた DMAC Songs & Instrumentals 3の特集第2弾をお送りしたいと思います。でこれ前回聞きましたけど、ダウンロードと ストリーミング配信になっているってことですよね。はい、はい、そうなんです。 CD の時よりもね、多く聴いていただいてるみたいです、はい。このアルバムは Spotify や Apple Music 等のさまざまな配信サービスでお手軽に聴くことができますので、どうかご利用ください。そうだね、だから買わずに普通にサブスクに Spotify とか使ってる方は聴けちゃうってことですよね。お手軽ですね。ぜひぜひ聴いてみてください。はい、お願いします。次にこのアルバムに参加した学生たちをご指導された講師の中から本日は3人の先生に来ていただきましたのでご紹介いたします。はい、まずはアレンジ作曲学科講師の新井正俊先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして同じくアレンジ作曲学科講師の高木紀之先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして同じくアレンジ作曲学科講師の小松真理先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このアルバムには10曲が収録されています。その半分の5曲は前回のボリューム56で、ご紹介させていただきましたが、今回の第2弾では、残り半分の5曲をご紹介いたします。1曲目はアレンジ作曲学科2年の藤田春人くんが作曲したトイボックスプラネットです。どうぞ。それではこの曲の作曲家をご紹介します。アレンジ作曲学科2年の藤田春人くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤田くん、かっこいいですね。
ありがとうございます、うん、これはなんかコンセプトとかこだわった点とかありますか？曲名にもある通りそのティーボックスなので、うん、おもちゃ箱をひっくり返したようなイメージでそのフューチャーベースとハッピーハードコアの合わせ技みたいな曲を作りました、うん、なるほどなるほど。なんかそれぞれ藤田くんが感じるフューチャーベースらしさハッピーコア的なものって具体的にはどこら辺に落とし込んであるんですか？そうですね、あのイントロにあるような四つ打ちのそのピコピコが鳴るフレーズとかそこら辺、うん、そこのあたりはやっぱりハッピーハードコアの特有のものですし、うん、その中盤にあったボーカルが区切られたリードとかもその、うん、フューチャーベースっぽいところかなって思ったりしてます。なるほど。この曲は高木先生がご指導なされてるということで、高木先生いかがでしたか？はい、もともと最初初めからねコンセプトもしっかり決まっていたし、クオリティも高かったので、まあ、そんなに、うん、大幅にこうこれをっていうのはなかったんですけど、はい、まあ、今前半の触りのところだけ聞いてもらったと思うんですけど、うん、曲後半に行った時に割とこうそのね、最初のワンハーフとかまではね、その後ろにそれをじゃあどうつなげてフルコーラスにした時にどう聴かせるかっていう、うん、そのこういう結構ハイテンションな曲じゃないですか、はい、それをこう最後までそれをそのハイテンションなグルーヴとかノリを持たせたまんまね、それで最後までちゃんとそれをキープして持っていくっていうような、そういうところのアレンジとか曲作りのとこなんかを中心に指導させていただいた感じだと思います。はい。藤田君。はい。よろしければ DAW の画面を見せていただけますか？はい、わかりました。はい。お、EDM 系の人によく。あるこのトラックス、膨大なトラックス。そうです、はい、再生でしょうか？そうですね、再生一回してみてもらっていいですか？はい、ちなみにこれは藤田くん、はい、トラック数いくつぐらいあるの？スクロールすると103ですね。あでもでよくありがちな3スクロール分とかまではない。そうですね、ある程度まとめたりはしているので。これ高木先生一番初期の段階ってどれぐらいまとまってたんですか？バランスいい。あ、藤田君止めていただいて大丈夫。あ、すいません。そうですね、やっぱり音の例えばバランスだとか、うん、あとやっぱりまあミッドから下のローの作り方とかですよね、そういうところとかはやっぱり少しずつ直してったと思うんですけど、うん、なんていうのかな、最近、まあ、この手のって言っちゃうとちょっとあまりいい出方じゃないと思うんですけど、うん、こうまあフューチャーベースとかこれハッピーハードコアなんかも最近ではどっちかというと純粋なクラブサウンドっていうよりかは、うん、こういうこうポッポッダンスクラブポップというかなんかそういう類の音楽ですよね、うん、でだからこういう音楽ってちょっと前まではまあ世の中に出てる音楽ってまあどっちかっていうとちょっとこうアマチュア的なサウンドの音楽も多かったんですけど、うん、最近はかなりこういう音楽のサウンドのクオリティが世の中に出回ってるものも非常に高くなっていて、
あのなんていうのかな、例えば低域の作り込みなんかも本格的なクラブミュージックとそんなに遜色ないような、そういう作り込みをこうされてる曲なんかも多いんですよね。クオリティがこう全体的にやっぱり上がっている印象があったね。だからなので、まあ、やっぱりそういうところを含めて、しっかりやっぱり飛行用音楽そうなんですけど、やっぱり一つ一つの音をちゃんと作り込んでいく、まあ、トラックたくさんあるからこれをこう一個一個やっていくのは大変なんですけど、作業としては、うん、ただそのただ音が多いだけじゃなくて、一個一個の音がちゃんと意味のある形で、入って重なっていくような、そういうところをちゃんと細かく見ていった感じですね。藤田君、ちなみにフューチャーベースっぽいも、はい、トラックところを作るときによく使うプラグインというか、インストルメントって、まあ、あれか、ロジックだからオーディオユニットなのか。そうですね。何かよく使うインストルメントってありますか？シンセサイザーですと、うん、シンセ系セラムっていうシンセサイザーが定番です、ね、あー、やっぱりセラムなんだね。はい、うん、そうフューチャーベースはユーシエっていう女の子、僕5年、5、6年ぐらい前から知り合いなのかな。今遊びシステム、あ、じゃねえや、どっか、違うの、遊びシステムじゃない、フューチャーキャンディっていう曲出して、それこそ可愛いフューチャーベースっていうのを3年ぐらい前からやってるのかな。で、彼女も全部自分でキューベースの中で歌取ってミックスしてってやってるんですけど、フューチャーベース音数多いからなかなかバランス取るの難しいですよね。で、やっぱセラムはやっぱりフューチャーベースでは欠かせないですね、X1 のやつ。そうですね、うん、ハッピーコアの部分ではなんかこう意識して使ってる音色とかはあるんですか？音色だったりシンセだったりとかっていうのは。やはりこちらもセラムが多いんですけど、うん、あとはやっぱりちょっとハードってついてるぐらいなんで、キックは固めのものを使ってみたりとか、うん、そういうことを意識してます。なるほどなるほど。ちなみにじゃあそのリズム帯でよく使うそのフューチャーベースのキックと、フューチャーベースやうやだろうけど、はい、フューチャーベースとハッピーコアのところのリズム帯の音色の差っていうのが聞いてみたいんですけど、そんなこと可能ですか？あ、はい、はい、いきます。ここがフューチャーベースのドロップ、うん、でこちらが、はい、このキックの音は何でやってるんですか？これはそうですね、海外の有名な DJ の方がフリーで配布してるサンプル素材を使いました、はい、ごめんなさい、それ差し支えなければどなたですか？エイスラルさんっていうドイツの同人界隈で有名な方ですね。それはじゃあその人の名前でググってホームページに行くと、このキックが、そうですね、今はもうフリーじゃなくて普通に有料のものしかなくなったらなくなってるんですけど。ああ、そうなんだ。チャンスを逃した。そうですね。2年前ぐらいなので。なるほど。いや、確かにギックの音色が違いますね。面白いです。はい。藤田君、ありがとうございました。ありがとうございました。なるほどね。面白いですね。はい。はい、次はアレンジ作曲学科2年のもめさんとそういさんが作曲した忘れえぬフィーチャリングちまです。どうぞ。
した日々を思い返して、それではこの曲の作詞と作曲を担当したアレンジ作曲学科2年のもめさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、続きましてこの曲の作曲を担当したアレンジ作曲学科2年の総一くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なおこの曲のボーカルはボーカル学科2年のちまさんが担当しています。これもめ、そういちまってなんかこうそれぞれに何か意味があるようでないような謎なんですけど、面白い曲だと思います。これはどなたにもめさんに聞くのが一番いいのかな。コンセプトの方は、はい、そっちに、はい、聞いていただきます。じゃあコンセプト、もめさん、はい、どんなコンセプトで。まあ、ちょっと歌詞の方は失恋をテーマにしていて、でもオケはちょっと爽やかな曲調でちょっとギャップをこうコンセプトにした曲になっています。逆境？ギャップです。ギャップ？ギャップです。ギャップか、なるほど。アレンジではどうなんですか、総一くん。はい、まあ、僕はもともとある曲の良さをできるだけ殺さないように、ただ盛り上がりとか盛り下がりというか、まあ落ち着くところはちゃんと差が出るように結構展開をするっていうことにすごく気を使って、うん、でそうですね、ドラムとかも、まあ、打ち込みなんですけどこだわって、はい、できるだけ何て言うんですかね、まあ、爽やかっていうのもコンセプトではあったんで、うん、バンドサウンドに寄せるような形で、ただちょっと一つ工夫した点としては、うん、キックの音をアコースティックのキックと、エレクトリックのキックを、まあレイヤーしてまして、うん、それでちょっと、まあ、新しい最近のような感じでエレクトリックのキックにただバンド感を残すためのアコースティックのキックというところで先生からもアドバイスいただいて、そういう風にレイヤーして使っています。うん、このボーカル学科のちまさんはどなたが選ばれたんですか。総一くんと私と新井先生で誰がいいかなっていうので、それぞれちょっとピックアップしてあげて、ちまさんが一番いいなっていうので。これをじゃあ新井先生がご指導されたってことですね。はい、はい、新井先生いかがでしたか。はい、いやメロディーがすごくいいのと、うん、もうコンセプトが結構爽やか で音数をね、なるべく重ねないで、そのなるべくバンドサウンドにしておこうってことだったんで、まあ、しっかりと4リズムのアレンジしっかり組んで、なるべく少ない楽器で面白みのあるアレンジっていうのをね、目指したんですけども、レッスンやってて面白かったのは、まあ、僕がこういう展開にしたらとかいろいろいくつかこうね、アドバイスしていく中で、で総理君がバババッとそこまで打ち込んで、で最後にもめさんが嫌いみたいな、好きとか、もう完全プロデューサーな感じの、ね、役割ができて、なかなか面白いレッスンだったんじゃないかなと思うんですけども。はい、総一くん、はい、俺もそういう経験あるけどそれを楽しめるようになったらいいね。あ、楽しかったです本当に。個人的にはなぎなた文字って言うんだけど、歌詞って詞と違って休符が当点句当点になるでしょ。だからどっかがなんたなんたの行き場になってて、そこがなんか何言ってんのかがよく分かんなかったなって。なんだっけ、何の行き場だっけ。心の行き場ですか。でも心の行き場になってた。それがちょっと分かりづらいなーっていうか、多分歌詞カードを追えば問題ないんだけど、うん、スッと入ってくるかというとちょっと微妙だなと思いましたけど、じゃあこれはダウを見せてもらうのは総一くんの画面。はい、僕が見せます。はい、見せします。
はい、じゃあどうですか、どこら辺こだわりました？綺麗だね。はい、そうですね、もう 最低限というか。うちのすっかり見したいね、はい、このトラックごとに色変えるのね。そっちですか、はい。余計なもちゃんと入っていてね。はいはい、かマーカーっていうのがキューベースだった。あれ、これちなみにじゃあ、そのこだわった、はい、ドラムに、その、エレクトリックっぽいキックを足したっていう、ちょっとリズム帯聞いてみようか、リズム帯をソロで。はい、これこの E キックっていうのがエレクトリックだよね。そうです。ちょっとベース抜きにして、その E キックが足してる足されてないでちょっと音聞き比べてみていいですか。はい、じゃあ入ってない。はい、入ってない。途中でじゃあ入れてくださいよ。はい。あ、はい、結構アタックも足されるんだね。そうですね。あ、しかも高木先生にたくさんアドバイスをいただいて、あの綺麗に、はい、キックが鳴るようにしていただきました。これは今ベース OK って書いてあるってことは、ベースは生で？そうですね、ベースとギターは、生録音になってまして、はい、学科の方にちょっと生録音の方を、まあ、申請してお願いして、うん、あの選んでいただいた奏者さんにあの弾いていただいたって感じなんですけど、ちょっと今あのコロナ禍のこともあって、ギターはちょっとあの遠隔でのやり取りでデータを送っていただいてリテイクお願いしてって形になったんですけど、ベースはスタジオの方で実際にお会いして録音していただきました。これはベースはアンプ鳴らしたの、それとも DI？ これはアンプで撮ってたと思います。一回それ単体で聞いていいですか、ソロで。はい、あれも DI っぽいな、あれ。そうですか。DI でした。なんか DI っぽい気がするけど、ギターはどんな感じで、遠隔でとは言いながらどんな感じで撮ったんですか。はい、もともと僕がデモを出すときに、友達にあの弾いてもらっていたので、はい、まあ、それを聞かせして、マスターリズムだけをお送りして、お願いしますという形で。ちなみにこれは、はい、アンプを鳴らし歪ましたんですか。歪んだ音を取って。もともと、はい、歪んだ音で送っていた。じゃあちょっとサビとか聞いてみましょうよ、サビ。はい、一番音が詰まれてるところ、あんま詰まれてない？見てください、どこだ。自分も鳴ってるもんね。です。もう違う。はい、そこのダブルのギター聞きたいですね。うん、これは何か処理はされてるんですか、チャンネルに。処理は結構しています。うん、例えば。あ、でも、してるかと思ったんですけど、思ったよりは。あ、ですね、まあ、うん、基本、ローカットと。あ、多分その画面、はい。ローカットをしているのと、経験してちょっと上の方を持ち上げて、目立ちを良くしてあげてるのと、あ、はい、まあ、あとはコンプレッサーで。あー、コンプレッサーどれぐらい叩いてるの？ちょっと一回そのコンプレッサーを見ながら、はい、再生をしてみてください。はい、でも結構叩いてるんだ。そうですね。8デシぐらい叩いてるんだね、リダクションね。はい。なるほど、面白い。よくできてると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。もめさんにそういくんですよね。はい。はい。ありがとうございます。はい。次は、アレンジ作曲学科2年の丹沢淳くんが作曲した生徒の別れ、門出をお聴きください。どうぞ。
それではこの曲の作曲家をご紹介します。アレンジ作曲学科2年の丹沢淳くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ丹沢くんが丹沢くんあいた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 、はい、丹沢くん、はい、今回のこの曲のコンセプトとかがあったらお聞かせいただきたいんですけど。あ、はい、コンセプトは人々の別れっていうのがコンセプトです。うわ、そんなみんななんかコンセプトちょっと何別れとかいい、まあいいや、はい、そんなことをコンセプトにして、その別れを表現するのに何か気を使ったりこだわったっていうのはありますか？そうですね、あとはあんまり明るくなりすぎないような、うん、感じにしました。丹沢くんものすごい緊張しいいや別れだから多分暗い感じは分かんないけど、じゃあ暗くするためにはどんなこうアプローチしました？そうですね、あ、じゃあいいや、もうじゃあ一番ズバッと聞くね。俺が超気になってること、はい、シャクルートって何？あ、そうですね、フルートに尺八の吹くところをつけた楽器ですね。ごめん、ということは運指は尺八な、あ、フルートなの？あ、そうです。で音は尺八みたいな音するしてたよね。はい、ごめんなさい、今あたかも丹沢くんが丹沢くんが発明したの、ひょっとして？知ってません。あなんかごめん、これは何？あ、いいや、これは丹沢くんのやつは大久保先生に指導を受けたみたいですけど、いや大久保先生じゃなく、もうまず先に小松先生に聞いちゃおう。小松先生、はい、シャクルートってあるんですね。そうなんです、今回丹沢さんの楽器規模が尺八だったんですけれども、メロディーが結構高い位置にありまして、はい、尺八で吹くには高いぞというラインだったんですね、はい、でちょっと演奏者とも相談をし、はい、シャクルートで行ってみようということで、トーボタンだけを変えるやつなので、尺八の頭がついてるわけではないんですよ。丹沢くん、ガセネタを流さないでもらえますか？あ、すいません。ごめんなさい、全然大丈夫です。どういう構造になってるんですか、あれは？フルートのトーボタン、はい、フルート3つのパーツに基本分かれていて、はいはい、吹き口の歌口と言われるトーボタンを外して、はいはい、でそこに、新しいトーボをかぶせるという。ああ、そうするとああいう風にちょっとこう尺八に似た音色になる。そうですね、歌口が大きいので尺八と同じような口で大きく操作ができるのと、あ、まあ、もう一つの利点は半音とかクロマチックが全然フルートの指でいけるので、うん、尺八でちょっと難しい半音の音階が、まあ、普通に西洋音階が出せるというところが利点。なるほど。そもそもすみません、無学で申し訳ないんですけど、その尺八ってそのクロマチックみたいな半音は難しい楽器なんですか？まあ、穴が5なので、それ以外は全部微妙な具合でやるんです。あとじゃあ口元で操作するみたいなことですか？そうです、その両方なので、難しいんですよね、技術がないと半音は。なるほど。どうですか、丹沢くんの楽曲実際にレコーディングしてみて、小松先生的にはスムースにいきました？その和楽器もありつつ、和太鼓も生で今回2幕初ですね。和太鼓も生なので、その和楽器テイストもありつつ、はい、ホルンや弦は割とクラシカルなアカデミックな感じで存在をしているので、はい、それをまあ良い融合ができればという部分が一番、おそらくこの曲のいいところでもあり、おそらく大変な部分でもあるので、うん、ただなんかオリジナリティはありますね、やっぱり。丹沢くん、じゃあダウの画面を見せていただいてもよろしいですか？はいはい、
はい、わ、すっごいまとまってる。あー、こういう風になってるんですね。ちょっとじゃあ一回和太鼓のところ、和太鼓が鳴ってるあたり、あ、太鼓、これ生で撮った、はい、すごい。一回聞く、再生してみてください。じゃあせっかくなんで尺ルートを聞きたいんですけど。あ、はい、あ、まだ、はいはい、おー、いいですね、ありがとうございます、丹沢くん。ちなみにこれ当初打ち込みだったんですよね。あ、はい、そうです。その時に、ご担当が大久保先生だったっていうことなんですけど、何かご指導だったり、こういうふうにすればとかっていうアドバイスとかってあったんですか？ ありました、はい。特に一番言われたのが、あのテンポチェンジのことですね、はい、あとはショーのミックスのことも言われました。テンポチェンジのことっていうと、具体的にテンポチェンジを、もうちょっとテンポこういう風にした方がいいだかってことですか？あ、はい、あとはあのテンポの下げるタイミングとか。あ、どこのタイミングで BPM テンポチェンジさせるかとかってことだ、はい。あとはショーのミックス。あ、はい、というとどういうことですか？ショーが聞こえすぎてるっていう。ああ、あのショーってあれだよね、こう邦楽雅楽のこういうやつだよね、はい。あの、それって打ち込みですか？打ち込みです。あ、聞いてみたいです、ショーの音。そこら辺だね。おお、こんな感じです。いい音ですね。確かにちょっと大きくしたくなるかも。太鼓とかは結構レンジが広い楽器だと思うんですけど、何かミックスするときにこう大変だったりとかしたことありました？太鼓でですか？はい、そうですね、太鼓で大変だったのは、うん、特に問題ない？いや、ありました。あのやはり音量が大変でした、うん。あ、なるほど。あ、音量って言えば俺すごい気になったのが、ベルがすごく、あのベルってあれ生です。ああ、なんかあのこうお休みしてる時にもちょっと鳴ってる感じが生々しくてすごいいいなと思いました。ありがとうございます、丹沢くん、ありがとうございます、素晴らしい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はいはい、かっこいいね、みんな。はい、次はアレンジ作曲学科2年の辻正弘くんが作曲した箱庭の狂犬フィーチャリング西伊織です。どうぞ。もう気がついてる、僕らが迷っていたこと。
気弱の端くれ正義それではこの曲の作曲家をご紹介します。アレンジ作曲学科2年の辻正弘くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。辻くんお願いします。なおこの曲のボーカルはボーカル学科2年の西伊織さんが担当しています。このボーカルの人いい声してるね。いやもう本当に恵まれたと思ってます本当に、うん。あと鳥音もいい音で撮れてるね。そうですね、もう本当に自分以外 の, 録音してくださったボーカルとドラムとベースを生で撮ってるんですけど、うん、学校にお願いして録音していただいたんですけど、それでも奏者さんの人たちがもう本当に自分の思った通りの音を出していただいて、うん、本当に恵まれたと思ってます。じゃあそのダビング前の段階で曲を作るときに何か意識したりコンセプトとかってございますか？やっぱりなんかもうそのトゲのあるロックっていうものを作りたくて、うん、歌詞もそうですしサウンド面もそうですけど、やっぱりその普通ではない尖ったものっていうのを意識して作りました、うん。脳みそっていうのは歌詞でなんかやっぱ耳に残るね。ああありがとうございます、うん。これはお市川先生にご指導を受けたんですね。何か市川先生からはどんなご指導を受けたんですか？あ、そうですね、僕今言った通りそのトゲのあるサウンドっていうのを意識して作ったんですけど、最初ちょっとドラムが煩雑というかその手数が多すぎ、人に叩ける範囲なんですけどちょっと手数が多くて、うん、でその手数が多いドラムと煩雑なギターっていうのを重ねてしまうと、うん、やはりちょっとその音数として多くてそのミックスも大変ですし、曲としてのそのバランス感が悪くなってるっていうところを市川先生にご指摘いただいて、うん、それでドラムの音数減らしたりとか、あとサウンド面も市川先生にプロデュースというかそのご指導していただいたところが結構大きいです。辻君は今回の曲割とバンドサウンドっぽいですけど、バンドのご経験は？あ、はい、高校の時にちょっとやってたのベースなんですけど、高校の時にバンドはやってました。なるほど。でも今回はギターとかベースは弾いてもらってるんですよね、ドラムね。あ、そうですね、ベースとドラムとボーカルは取っていただいてますけど、ギターは自分で弾いてます。お、じゃあちょっとその DAW のデータを見せてもらっていいですか？はい、わかりました。辻君の部屋、ピアノが鍵盤と一緒にギターがあって、まるでミュージシャンのような部屋だね。あ、すいません。すいません、これで見えてます。あ、ありがとうございます。では、そうですね。なんかせっかくだからドラム、これ最初は当初は打ち込みだったんでしょ？あ、そうですね、はい。じゃあ今の打ち込みを一瞬サビ中とか聞かせても、あ、じゃあボーカルとかシンセ消して3リズムでサビ聞かせてもらっていいですか？わかりました。ドラムと、うん、
フリーリズムなんで申請とかも消した方がいいです。うん。はい。これで大丈夫かな。はい。まあ、サビのところが聞きたいです。はい。あ、はい、わかりました。はい、なるほど。ちなみに辻君、はい、打ち込みの時のドラムって残ってるの？あ、すいません、ちょっとこのプロジェクトには入ってなくて。入ってないんだ。はい、はい、あのこれミックス用のプロジェクトなので。ミックス用のプロジェクトなんですね。はい、じゃあ結構やっぱり今シンプルになってるんで、これよりももっと複雑なことをやっていたということなんですね。そうですね、なんかゴースト多めの感じのことをやってたんですけど、そうではなくちゃんと単調な四つ打ちでバシッと決める感じになりました。うん、ちなみにドラムのミックスとかって結構難しいと思うんですけど、今までドラムの生ドラムレコーディングしてミックスとかってやったことあるんですか？あ、いや、レコーディングしていただいた音源を編集するっていうのは自分が初めてで。おお、どうですか、なんか難しいところとかありました？そうですね、やっぱそのタイミングを編集しなきゃいけないって時に、うん、例えばキックだけずらすとかやってしまうと位相がずれて他のパートと音消えちゃったりするんですよ。 そうね、そこをやっぱその自然に聞こえるようにタイミング調整をしたりとか、うん、基本は全部グループ組んで一斉のせでずらさないとダメだよね。あ、そうですね、はい。うーん、ギターはご自身で弾いたっていう話ですが、どんなシステムで弾いたんですか？はい、ライン取りでオーディオインターフェースで取って、それを、パソコンの中でアンプシミュレーター。アンプシミュレーターで、そうです。アンプシミュレーターで編集した感じです。辻君はアンプシミュレーター、キューベースで、何をお使いなんですか、メインでは。あ、メインで、ギターリグですね、はい。ネイティブインストゥルメンスのギターリグだ。なるほどね。なかなかいいアンサンブルになってると思います。ベースをちょっと聞かせてもらってもいいですか？わかりました。聞こえますか？すごいちっちゃいかも。あ、じゃあどうしよう。ベースレンダリングってことこれ？そうですね、はい。はいはい。コンソリしたってことね。聞こえますか？聞こえない。なんかブリブリ言ってるのは聞こえるんだけど、まあでもなんとなくわかります。はい、あ、わかりました。はい。多分これからもこういうサウンドが好きなのであれば、生ドラムの録音とかミックスとかをやっていくと思うので、で今回すごくバランス取れてると思うので、これを参考にまた精進していってください。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは最後の曲になります。アレンジ作曲学科2年の吉成優香さんとさつきさんが作曲した夢と金銭歌です。どうぞ。眠りから覚めた
それではご紹介します。この曲の作詞作曲とボーカルを担当したアレンジ作曲学科2年の吉成優香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてこの曲のアレンジを担当したアレンジ作曲学科2年のさつきくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さつきくんはどこにいるんだ、どこに、あ、いた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 、はい、いい曲だなと思いました。じゃあ聞きましょう。吉成さん、はい、今回ねこの曲のコンセプトはどんな感じで曲作ったんですか。夜が明ける前の薄暗い、空が薄暗い時の時間をコンセプトにしてて、具体的に言うと、うん、だいたい午前4時くらいの朝の空の中の部屋の中っていうイメージで曲を作りました。余談ですけど、その吉成さんにとってその朝4時ぐらい、まあ夏と冬によっても違うと思いますけど、イメージはどんなイメージなんですか。もうすっごい誰も来てない静かな感じで、うん、なんて言うんでしょう、すっごい物がちょっと物悲しさを感じるような、センチメンタルになるような時間だなって思います、うん。かなちゃん、はい、吉成さんぐらい若いと、はい、多分朝の4時は徹夜した朝の4時だ。なるほど、うん、俺らぐらいの年になるとさ、4時とかに起きちゃうからさ爽やかなんだよね、ぶっちゃけ言わせてもらうとそうですね、確かに、うんうん、もうだからなんかこうあれだよね、こう朝の4時間を吉成さんの世代とは共感できませんな。なんか起きたての、ああなんか空気気持ちいいなっていう。そうですね。一番、うんうんうん、あの空気澄んでて。空気澄んで、いやなんか今日も一日頑張ろうかなって感じだけど、むしろあれでしょ、気だるいんでしょ。はい。そうだよね。そこら辺はね、あの若者とおっさんとの差があるんですよ。まあいいですいいです。さつきくん、アレンジご担当ということなんですが、何かこだわった点はありますか。はい、なんかさっき吉成さんはなんか夜明け前の薄い時間のような感じで作りましたので、うんうん、最初は楽器とかなんか少なめで、あと最初の弦のソロはなんか641思考みたいでなんかマイナー進行して、うん、最後のエンディングは4536でなんかちょっと明るくっぽいなんかアレンジしました。なるほどなるほど。ちなみにお二人これコライトですけど、どういう風な工程でコライトやってったんですか。もう完全に出来上がったものをアレンジお願いしますだったんですか。いや、最初は、フォーリズムぐらいで、あとは、ワンコラスでなんかメロディーと歌詞なんか入れたんですけど、で、吉成さんの方でなんか、どうアレンジした方がいいかなってなんか聞きましたんですけど、なんか、なんかもともとは、2人、聴いてるジャンルとかなんか近いので、なんか結構好きにやらせていただきましたな感じです。吉成さん、はい、今の言葉通りとして受け取ってよろしいですか。ああ、はい、大丈夫です。なるほどなるほど。これ阿部先生がご担当、ご指導のご担当されたんですけど、何かなんかアドバイスされたこととかありますか、指導だったり。結構アレンジの面とかで、うん、なんでしょう、アコースティックな感じが結構前面に出てる曲だったので、ここのアコースティックギターの弾き方をこうした方がいいとか、あとは歌のご指導とかもあって、うん、ここはこうやって歌った方がちゃんと歌詞が届くように歌えるよとか、そういうご指導をいただきました。うーん、なるほどなるほど、はい。この曲弦の録音に関するご指導を小松先生、担当なされたそうですが、何か小松先生エピソードがあれば。はい、デモの段階で歌がこの仕上がりのクオリティで入っていたので、うん、マジですか。
はい、デモの段階からしっかりまとまっていて、イメージがこうしやすいというか全体像がつかめた上で、あの弦がどこにこう居所が探せるのかなっていうのが、はい、初めから入れたのでやりやすかったです。すごいですね、さつきくんのお手軽アレンジの感じと吉成さんの歌でイメージがしやすかったと思うんですよね。あ、そうですそうです、はい、くわ、素晴らしいですね。じゃあせっかくなのでダウの画面を見せていただけますか。見せていただくのはさつきくんかな、はい、はい、こういう感じです。はいはい、おー、うわ、結構こうアコギが何本も入ってるの、これ茶色アコギ。アコギはなんかラインとマイクで卓録しました。な、え、卓録でラインマイクも撮ったの。そう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 、なんかマイクの方はやっぱりなんかレンジとか広いし、高域と低域はなんかちゃんと撮れるので、なんかラインの方は、なんか芯ありますので、なんか両方なんかバランス取ってみた感じです。なるほど、ラインっていうのはじゃああれだね、あのマイクっていうかピエゾとかそういうのがくっついてるアコギだったってことなのかな。はい、おお、面白い。で気になったのはドラムがちょっとオケに対して重いなと思ってたんですけど、ちょっと後ろ乗り、はい、それってなんかエディットとかしてます、タイミングとか。あ、結構切ってるね。いや別に本当にただのドラムだけなんですけど。あ、本当、ちょっとドラムだけ聞かせてもらっていいですか。はい、はい、違和感はないですけど、あのレッドツェッペリのボンゾ並みにスネアにリバーブがかかってるね。そうですね。お、あのこれはじゃあ意図としてやってるってことですね。ボーカル聞いていいですか。嫌でしょう、はい、ボーカルをソロで、マスターボーカルをソロでな。はいはい、まあ眠り覚めた朝は無意識にあなた探す、酸いも甘いも抱えて歩くこれからを。はい、これ歌の歌はどんな処理してるんですか。歌はこういう感じですね。というとローカットをしてこれを MV2 のやつ使って、うん、この MV2 って何なんですか。何ができるんですかこれ。小さいところでなんか開けて、でかいところでかい音はなんか避けてみたい感じです。あ、コンプレッサーってことか。あ、そう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 、うん、で、あと、はい、あとは、あと、なんか、広域だけで、なんかもう一個のチャンネルで、なんか。これをやってんのか。そうそうそう。こんなことやってんだ。はい。なんか、広域だけで、なんか、出すみたいな感じです。これ、パラレル処理やってるってことだよね。そう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 。あ、だからこんなシュワシュワしてんのか。いや、これ、ナイスアイディアですね。はい、うん、あんまりやりすぎると位相の問題だったりとかいろいろ問題起きるだろうけど、この曲にはすごく合ってるし良いですね。
はい、うん、あのさつき君何事もなかったかのように言ってるけど、なかなか良い処理だと思いますよ、これ。ありがとうございます。余熱原子に顔が似てるね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございました。うん、この歌のパラレル処理の EQ の上の帯域だけつくっていうのは結構あのどうしようやっていいのかなって不安に思う時がありますけど、やって結果が良ければそれでいいんだなっていうのは感じました。吉成さん、はい、これは学校で撮ったボーカル？はい、そうです。あ、家でもあの小松先生が最初に耳にしたデモっていうのは家で撮った歌なんですか？いや、ストリングスの収録の時はもう学校で撮った音源になってました。あー、なるほど。じゃあ本ちゃんの歌を聴いてたってことか。はい、本ちゃんの歌のあんなに過激なパラレル処理なかなかやるな、さつきくん。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上が第2弾の5曲でした。うん、なるほど、なるほど。ということで、前回5曲、今回5曲聴かせていただいて、まあ、総括じゃないですけど、ご担当あの いらっしゃってるお三方にお話をお聞きしたいと思うんですが、小松先生、いかがですか？はい、初めはあのアルバムを2枚分けるみたいな、うん、DMAC のあり方みたいなのを混在させる際にそういうあのアイデアだったと思うんですけれども、インストとボーカルってことですよね。あ、そうですね。それが、はい、ストリーミングに変わったことが、まあ、あのよく出るというか、うん、そのコンピだからこそのプレイリストラッキーみたいなのも今後生まれるでしょうし、うん、曲順によるとかっていうのがちょっと減るので、うん、あのこの形で、コンピでミックスでっていうのがあのとても良いのではないかなと思っております。うん、はい、荒井先生いかがですか？はい、まあ、最近のそのポップスとかロックの傾向で割とシンセゴテゴテ乗っけないでシンプルな、うんっていうのが、ね、結構多くなってきてるなと思うんですけども、うん、今回もあの割とフォーリズムのアレンジがしっかりしていて、あのシンプルでもその各パートのちゃんと演奏してる顔がね見えてくるようになったので良かったなと思いました。うん、であのデジタル系オーケストラ系もあの歌詞こそ、ね、載ってないんですけれども、あのメロディーとかサウンドがあのとてもこう世界観が伝わる色濃い作品だったなと思いました。高木先生いかがでしょうか？はい、はい、あのアルバムとしても十分なんかまた今回もあのいいものになれたなと思うんですけど、まあそれはそれで、このね Zoom で、こういうユースコンポーザーこれ放送をやると、これやっぱ学生のね、あの実際のプロジェクトの中身とかを見て、でそれをこう見ながらこう話をしたりできる、これはこれでいいですよね。面白いですよね。はい、面白いと思いました。うん、ね、実際に集まってるとなかなかこれをやるとかなりの手間暇を要することがね、うん、割とこうやってできるのはいいなと思いました、ね、なんかもう、ボーカルの単独ソロとかっていうのってなんかもうもはや拷問に近いと思うんですけどまあこういう放送ならではっていうのは面白いなと思いました。うん、はい、なかなか僕実は今回はそれぞれ歌の処理がみんなちゃんとしてるなっていう印象を持ちました。というか歌がいい、歌物で言うとね、歌がすごくよく取れてるし表現できているなっていう、反面歌詞がなぎなた文字になったりとか、吉成さんの曲も母音で一個潰すわーっていうのがもったいないなと思いました。はい、何かっていうとわーの
母音でタラダワーで一個音符使ってるでしょ。だじゃなくてだねーなのかだよーで意味合いが変わってくるから、そこの一文字はなんか歌詞乗っけたら本当はなんかこういろんな表現ができてできるのになーってちょっと思いました。ただなんだろう、こう5曲聴いて脳みそはいまだに歌詞の中で脳みそって残ってます、うん、脳みそ歌詞に使うかってちょっと思いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、はい、DMAC Songs and Instrumentals 3特集の第2弾でした。はい、はいはい、ここで一つお知らせがあります。この正味ミュージックカレッジ専門学校では学校の一日体験ができるオープンキャンパスが開催されています。アレンジ作曲学科のオープンキャンパスでは、こちらにいらっしゃる新井先生をはじめさまざまな先生による作曲の専門分野の講座が無料で受講できますので、ぜひ参加してみてください。なおコロナ禍の影響により中止や変更が生じる場合もありますので、正味ウェブサイト等でご確認ください。はい、前回はたくさん聞いたんですけど、今回はお一方だけ。小松先生、何ラーメンがお好きですか？ですね、はい、塩のつけ麺です。あー、もう通ですね、つけ麺食いたくなっちゃいました。これから食べに行ってきます。次回は3月ぐらいになると思います。ちょうど今1次オーディションが終わった頃の DMAC Songs and Instruments の次の4をご紹介したいと思いますので、今回の3に通った方も4どんな曲が集まっているのかちょっと注目しておいてください。つけ麺食いたくなっちゃったな。では皆さんごきげんよう、さようなら。